山さん。クザン。あらららら。バスターコールが元海兵によって阻止されたんじゃ。格好をつかんじゃないの。クザン。おめえはこの攻撃に誇りが持てるのか。退却しろ。おかしいでよ。お前も知っとるはずだで。こりゃ見せしめだ。そのためにこの大原を消すんだで。それが今後の世界のためなら仕方ない。現に学者たちは法を破ってんじゃない。正義なんてのは立場によって形を変える。だからお前の正義も責めやしない。ただ俺たちの邪魔をするなら放っておけねえ。避難船が吹き飛んだ。なんで砲撃です。軍艦から杯中将の船からです。バカ野郎。やるんなら徹底的にだ。万が一あの船に学者が一人でも潜んでいたら今回の犠牲の全てが無駄になる。悪は可能性から根絶やしにせねばならん。これが正義のやることか。これでもまだ無駄を払えるのか。あのバカほど行き過ぎるつもりはねえよ。逃げるぞロビン。あいつの強さは異常だね。サウロが逃げたぞ。学者を一人連れてる。アイスタイムカップ。サウロ大丈夫？走れロビン。振り返らずに。苦しい時は教えたでよ。こうやって笑うんだで。サウル危ない。デリシシ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 シ。アイスタイム。サウル。デリシシ。どこかの海で必ず待っとる仲間に会いに行けロビン。そいつらと共に生きろ。